雲だね。勝手に食べてない。もぐもぐタイムってことね。すごいねこれ。すごい初期に山行ったら霧晴れててくれたらいいな、ね、うん、この間あの熊牧場行った時の一応見晴らし台があったんだけど、うん、霧すごかった、うん、真っ白に何も見えなかった。遠いね。遠い。まだ砂がまだ砂が、うん、なんかコメントください。まだ砂川ですよ。あ、後ろ隠れちゃったね。これ誰なんだろうね。これ誰でもないよねこれね。真っ白。うわ、旭川に着いたけど真っ白。これまずいっしょこれ。今まですんごい天気良かったのに。紅葉どころじゃねえか。ね。おおすごい。来たね。おし着いた。おい着いたぜ。よし。よし。黒岳行きますか。黒岳めっちゃロープウェイ混んでるでしょ。マジでめっちゃ混んでる。もう歩いた方が早いんじゃないの。下から下から登山口どこにあるか分かんないけど。全行程7分間で運行いたしております。黒岳駅からの広瀬探検隊行くぞ。今日も行きますか。 あったかい。あったかい。ちょうどいいね。ちょうどいいね。うん、なんか本当汗かいてきてる。はい、歩き出し。こういうのは写真だけ残していいのは足跡だけ。そうだよ。リフト乗り場上です。足痛いです。足痛い。はい、そこでこの辺でね。もうだって 1000m 超えてんだからね。定年山より高いからもうすでに。まあね。頂上、定年山頂上歩いてるようなもん。よし。資料館寄りますか？崖ってあるんでね。うん。そこが紅葉あるって言いながら。
あーそうそう、こっからザーッと今から行くから9号目で、うん、OK。 よし、行きますか。ウェーンってやんないの、ここでは。それ担当ウェーンって担当。最高だね。最高でしょう。うん。調子悪いわ。悪い。これを映して頭に GoPro なんで。ありがとうございます。ほらようやく GoPro 発動だよ。これでよそ見しなくていいから大丈夫だ。よし、だいぶ前と差をつけられたからペース上げていくか。上げるかい。お前絶対バケですよ。ね。中風発作中に登る。あ、そっか、そこか、うん、焦りすぎたね。
雲。来ました。山頂だよ。撮ってっから今日だよこれ。ちょっとあの山岳線まで行こう。すごい人。あ、すごい人。前行って行って兄弟も行って、はい、あ、着きました、着きました。ああ、これが北海岳っていうの。こっちが桂月？ほら、そこ。北海遠いからこっちに登って終わりにするかい？え？北海遠いからこっち。こっちに登る？登る？え？そこで飯でも食う？うん、ちょっと。もうタバコ吸いたくてダメなんだもう。大事だからね、これ大事だからね、山飯ね、山飯、うまい、エビピラフ。え、今日はまたペペロンチーノ。いつもペペロンチーノでしょ。どうですか今日は。うまいね、今日ね、いつもカレーですね。うん、そうなの、山といえばカレー。山といえばカレー、うん、だんだん今最近山登ってないからラーメン動画ばっかりだから。ちなみにラーメンユーチューバーじゃないから山登ってください。登ってください。君も行ってないし、ね、どうもなんないやもう。まあうまいっすか。うまいね。うまいっすね。まゆう、まゆう。
しいな。お、すごい短パン。短パン。ランナーじゃん。ランナー。ランナー。これを見に来たんでしょ、だって今日。んでなんかボケーとしてた。Yeah.